さあ10食目はフィリピン代表のブラロです。ブラロ、ブラロですね。何ですかね、牛肉の香りがすごい、うん、牛肉の塊はあんまりないんですけど、うん、香りがすごいです。10食目ですからね、こちら。そうですよね、なんか、うちらなんか新しい気持ちで見てますけどそうですね、10杯目ですから、うん、さあ、どんな味がしますか、ね、食べた感じも牛肉です。もう牛肉、牛肉の、はい、もう今まで一番どんな塊が入ってるよりも牛肉の旨味を感じます。でも、あっさりしてます。不思議。どんなものかけられてるのこれ、こちらですね、フィリピンの郷土料理である牛肉の煮込みスープブラロを再現。隠し味に魚醤と柑橘類の香りを加えているということですけども、柑橘系は感じますか。あ、そうですね、ほのかに感じるんですけど、はい、そのおかげでさっぱりしてるのかもしれない。あ、すごい相性がいいんですよ、牛肉と。そっか、牛肉だったらね、ガッツリガツガツみたいな感じになるけど、そこにほのかに香るね、その香りで中和されてるんですかね。ちょっと香りもなんか日本人向けの感じがしますね。麺の感じいかがですか。で、麺が日本よりちょっと、あのプリプリしてるかな。プリプリプリ、間違ったって。エビじゃないですか麺ですかそれ、はい、でもいやいや日本より短いかもしれないです。食べ終わりました。あとすごい牛肉がガツンと旨味を感じるんですけど、魚醤と柑橘の香りで、あっさり、意外とあっさり食べられました。ごちそうさまです。